これは何なんだこの状況は。文明が崩壊した後のやつや。奈良県の168号線の、ちょっとあの仮設道路みたいのがあるのでそこ行きましょう。ニュースでやってたんですけど、河原を改造してそこ通れるようになってるみたい。交通量今日は少ないですね。バイク天国だぞ。一部の車を除いてはバイクしか走ってないで、まあ、なんか橋ちょっとできかけてますね。トンネル開通仕掛けやな。ここもう完全にだいぶ変わってもうたな。これあそこなんか自販機あって休憩できたのにそれもなくなってるから、昭和感。これ営業してるんでしょうかね、この辺りの旅館。釣り橋あるから見ていきましょうか。もうめんどくさいから GoPro で撮っていきます。坂本橋、ここでもちょっと待って、これでも下透けてるやん。ペライ板1枚やん。でも金属製の板なんで安心感がありますが、やっぱりこう斜めに揺れるから怖いな。釣り橋無理やわ。なんかもう昔渡れたけどもう無理になってきた。吊り橋渡るの怖すぎる。あ、ここはでも行けますけど、もしこれ底抜けてドーンって行っても怖い怖い怖い。この真ん中の方でもうなんか無理になってくる。揺れとるもんこれって。これ左右に揺れとるから無理なんやって。これ怖い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 。戻る。もうこれ金積まれても無理やな。もう無理だと分かりました。というわけで、168にやってきまして奈良県の168号線にいます。でここからねさらに進むと、あの道路がちょうど崩落してまして、トンネルの手前のところ でその崩落しているから迂回路って言って、河原の砂利を押し固めて道路にしてあるっていうので、そこ今通れるみたいなんで今行ってみましょう。首が重い。なんかもう肩と腰、バンテリンくれよ。肩と腰、これ見て、8キロ先通行止めとなっております。交通量がなんか全くなくてすごい秘境に来た感じがしますね。ほらいつもなら休日なら車とかバイクもっといっぱい走ってるはずなんだけど、地元の車しか走ってない。おお、風強い。やばい。これ飛ばされるとこや。飛ばされるかと思った。ちょっとここ怖いな。これもうちょっとあのこれもうちょっと高く作れよ。怖すぎるやろこれ。こっから迂回路なんや。こうか、迂回路。車来た、行ける。よし、行きましょう。ここはあそこやん。うわー、砂ぼこり立つから嫌やな。ここ行ってかんしようか。これ俺ももう後で行こう。これ車列行ってかんしよう。これ一番最後で行くぞ。これは何なんだこの状況は。こうガーンって行きたいけど、みんなゆっくり行ってるから行けない。オンロードバイクとかで来てる人もいるからな。こう見えますかね、この感じ。大自然の道路。こういう時やっぱ最後尾が一番いいな。何も気ぃ使わんで。これ雨降ったら多分通れなくなるね。ほら川めっちゃ近いもん、真横。これジャンプ台みたいなのある。ジャンプ台らしき。これ何これ、ジャンプ台みたいなのあるやん。ほら
なんなんだこの道路、まだここ作るんかな、これ道路、仮設道路か、仮設道路ここ作るんやな多分。ゴールデンウィークになったら多分こう仮設道路でつながるんかね。河原道路は多分今だけかもしれないね。砂ぼこり見てこれ、うーえぐ、発射台に乗るやん、発射台に。え、面白いなこれ、アスレチックやん、アスレチックみたいになってるやん。よう作ったなこの道路、仮設っていうか元から林道あったの拡張したんか。すげえな、非現実的な光景やで、見てくださいこれ、もう文明崩壊後の世界、文明が崩壊した後のやつやこれ。おお、沈下橋作ってあるやん。金取れるな、このレベルのアスレチックだとしたらすごいな。オフロードバイク乗ってるやつ絶対来たよ。ゴゴゴゴゴゴ、これの醍醐味やろ。あ、ここに出るんや。時間帯によって分けられてるのかなと思ったら全然そんなことなかったんで、ここは普通に行けるということで、抜けられましたね。いやー最高やな、交通量少なくて最高やで、今日の168号線。バイク多いけどマジでバイク天国かもしれん。じゃあ帰り道もう一度通ります。ビヨ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 なる。これでも尖ってるからやばいな、この石。砂ぼこりえぐい、見てくれこれ。これ全部行ってから、すっぱめちゃめちゃ溜まっとるやん、後ろ見て。結構尖った石がありまして、さっきなんかタイヤ見たらタイヤ結構なんか溝が、縦溝が入ってたんで、見た時なんか縦筋入っとったんやけど消えたかな、まあ、かろうじて、まあ、そんなに痛んでないか。足回りやっぱり砂ぼこりでえぐいことになってるから、これオンロードバイクで走ったらめっちゃめんどくさいやろな。尖った石があるみたいね、えぐ、これ砂ぼこりまみれになるやろこれ。こいつら行くの待つ、車行ってからしよう。砂ぼこりえぐい、見てやれ、砂ぼこりもやもやになってる。やばい、なんか来るとき楽しかったのに、なんかバイクいっぱいおって楽しかったのに、今もう全然楽しくない。脱出、さあ戻ってきました。行きのようにあのバイクだけで、ほぼバイクだけで構成されたグループに入っていったら楽しいけど、なんとなくこのなんか遊んでる感あるんですよ、アスレチック感がある。車の中に入ってまうと単なる渋滞の砂ぼこりまみれの嫌な道になるという。せっかく一路橋まで来たので、この天津峠まで来たので、ついでにあの、天津旧トンネル行きましょう。天津旧トンネル、ついでに、
見ていこうか。まだ太陽ギリであるから旧トンネル見ていこう。以前一回来たことあるんですけど、あ、ここや、やばい、これや。この辺りや、あそこですね、もうね、早い。あれちゃうか、これなんか遠くから見たらトンネルに見えたな。倒壊した小屋でした。林道でございますね。まあ、土日なんで、なんか作業はやってないと思うけどな。ここもね、昔この辺りも多分家あったっぽい痕跡があるんですよね。街道沿いだったのかな。確かにあの旧トンネルということはそうでしょうね。街道沿いで民家というか、なんかお店とかもあったでしょうね。でこういうスペースも多分なんかの痕跡やと思うけど、名残。あ、来ました、ここが。わ、崩れてるわ、ほら。こう崩れたらもう行けなくなるね。今のうちに行っとこうか。うー、寒い。ここね、でも入り口はこんなんやけど、中入ると普通のトンネルなんす。普通のトンネル。ここなんかダートじゃなかったっけ、前来た時。違うか。普通のトンネルやねってなるやん。でもこれ旧トンネルにしてはすごく綺麗ですよね。で、出口のとこは段差あるっていうね。やっぱりなんか上から落ちてきてますね。これ管理しないとやっぱりどんどん埋もっていってまうというわけや。めちゃくちゃええ音、めちゃくちゃええ音聞こえる。さあ、というわけでこちらが旧トンネル、天辻旧トンネルでした。まあ来ても何もねえぞというわけで、心霊スポットでもないし、めちゃくちゃ寒いだけやねこれ。しかしあの河原の道路楽しかったな。なんか全部なんか昔の仮面ライダー見てたら、結構あの道路ダート行ってるっすよ、みんな。みんなっていうか、あの主人公たちはオンロードバイクでダート待てとか言って普通にダート行ってるから、すごい世界観やな。世界観というか昔はああいうの舗装路が少なかったから